少しはできるようだな、小僧。小僧ではない。俺は源の義経。小僧、避けてばかりでは面白くなかろう。受け止めてみろ、俺の本気を。うわ、呂布立つ。魔王オロチが滅んだ後、平穏な日々を送っていた無双の英傑の間を戦慄が走った。最強の男呂布が、ただ己の純粋無二の武をもって天をつかまんと、異世界に旋風を巻き起こしたのだ。だが孫権率いる孫吾は、かえって戦乱の色を濃くすると対抗して兵を挙げようとはしなかった。孫策、周囲、そして森蘭丸を偵察に派遣、ただ動向を静観するにとどまっていた。蘭丸らはその偵察の途上、強大な敵に一歩も引かず退治する謎の若武者と出会う。呂布が戦を起こしていると聞く。オロチ亡き後、何故世を乱すのか。奴に釣られるように、董卓、政宗、そして曹操までもが軍を起こしているらしい。再び騒乱が起き、孫吾が割れる。そのような事態は避けねばならぬ。みんな、よく聞いてくれ。孫吾はしばらくの間、守りに徹する。この世界、未だ不明な部分が多い。また多勢力の動向も見えぬ。策が各地の動向をつかみ終えるまで守りを固めてくれ。妖刀様追っかけて孫吾まで来たけど、なんやまったりとしておりやすこと。なぜ私までここに。うちが連れてきましたよって。なんや、戸惑った反応もかえらしいわ。孫吾には海の匂いがある。島なきコウモリ、ここに翼を休めよう。せや、先度は蘭丸様も郷に言いはったけど、今もいてはるんやろか。蘭丸様、あれは呂布、誰かを襲っているようです。全力で来るがいい。邪魔が入った。今日が冷めた。お前ら適当に始末。ここは引かねばなるまい。敵襲。蘭丸、感服いたしました。抗う。俺の
攻撃かわせるか。お怪我はありませんか。すまない、大丈夫だ。任せよ。はい、あの両方を見て無傷か。はい、お見事な戦ぶり。ランマル、感服いたしました。我が部、味わうがいい。抗うぜ。上等。任せよ。これまでだ。ここはどうにもならぬ。敵将立花が討ち取りだ。乱丸、感服いたしました。南東から抜けられます。さあ急ぎましょう。これ以上は進ませんぞ。見事な戦に抗うぜ。スレスレの様子少し遊んでる。相手にすれば面倒です。一周回りましょう。次は負けない。敵武将、鮮やかなお手並み。我は空気混沌の目立つ風に。知らせてこい。今度はオロシの残党か。なぜここに。相手は増強だ。落ち通ればよい。大量の敵が。あの若武者殿が渡りきるまで船を守らなくては。お見事な戦ぶり。
我が力存分に味わうがいい。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 貴様はここで口を当てろ。次に会ったところ貴様の最後だ。敵将橘が討ち取った。乱丸感服いたしました。せいぜい我が国がいい。敵将立花が討ち取った。でもやりますね。モノノフの誇り貴様に示せ。次にあったのか貴様の最後だ。敵を知ろう。撃破した。まんまる完封いたしました。お見事な戦ぶり。乱丸、感服いたしました。
がうぜ。上等。最後だ。敵将立花が討ち取った。見事な戦ぶり。先生、あがくらい。敵将立花が討ち取った。乱丸、感服いたしました。お見事な戦ぶり。抗うぞ。武者の戦ぶり見せてやる。良き武者だな。立花の誇りにかけて敵には撃たせぬ。あいつには荒削りだが清潔な意志を。オロチの残党、この規模で動いているとは。何せよかが奴らを裏で操っている。やも知れぬ。オロチの残滓存在している。お見事な戦ぶり。いたしました。
先ほどは助かった。俺は源の義経。世に名高き九郎義経殿か。いや、まさかこのような。俺はある男を追っている。だが俺だけの力では限りがある。ずうずうしい頼みだが協力してもらいたい。お前が義経か。俺は高等の虎孫権、孫悟の主。以後世話になる。出陣の際は遠慮なく使ってくれ。戦に参加できれば俺も奴の情報が手に入る。まあ今は少し休んがいい。打って出ることは当分なかろう。虎は虎穴から出ぬか。あの